私だ。ごきげんよう。ということで、今回の動画なんですけども、巫女を使ってみましょうという感じなんですけども、その前に皆さん、こと当てましたそして、巫こと当てた人、使ってます育ててますそうだね。倉庫版だね。うん。わかるよ。ジムのお母さんやってるよね。はい。ということで、今回とりあえずレベル40まで上げて、えー、武器連戦もしました、えー、幻枠付きでございます。 これ、幻惑ついてなかったらね、必ず返してやられちゃいますね、この階級力ではね。うん、あとは全部そのままっていう感じ。うん、まあ、今回は、あの、前線で戦うんじゃなくて、これで反撃負荷をした後に、他のキャラで叩きに行こうという感じ。まあ前回の、えー、っとね、キャンドルかな。 えー、リンが持っているキャンドルと同じなんですけども、今の環境でこれが本当に使えるのかっていうのを今回検証してみたいと思います。それではやっていきましょう。レディゴーはい。じゃあまずはこんな感じの重装パーティーと勝負していきましょう。ゼルギウス10突、えー、サーリャ10突クロムが10突チギが無突という感じのパーティーでございます。 とりあえずじゃあ進軍していきましょう。後軍持ちは、サーリャだけですね。一歩一歩だえーっと、とりあえず道を広げていきましょう。はい。サーリャにだけ気をつけとけば問題ないかな。はい。では、えーっと、どうしようかな。えーっと、えーっと、 うーんとね、もう一旦後ろに引くかこれ。ちょっと後ろ引きましょうか。ちょっとね、間が悪い。間が悪いぞ。はい。うーん。うんうんうん。どうしようか。攻撃体系ちゃうんか。こういつは迎撃体系か。えーとね、これ、来ないかなもしかしたら。ワンチャン来ないな。 来るな。オッケーオッケー。えー、っとね。さてっと、わかったぜ。微妙。優しい。ちょっと、突っ込んでいきます。はい。みことでクロム。え叩いて。はい。地味よね。エフェクトが地味。はい。引き戻し。うーん、引き戻すか。引き戻す 一本引き戻さないな。こっちやな。えー、い。からの。はい。やば。これやばくねはい。16×4。1、2、3。四 <laughs> <laughs>。かっこいい <laughs>。やば。これはかっこいいやろ。はい。そして逃げれる。逃げれちゃう。いいじゃないですか。えー、っとね。ここやろ ここに置いて、ぶちかますとくと。はい。どうっすかこれ。<laughs> あれすいや、攻撃範囲入ってしもうたな。まあいい。全然いい、全然いい。これで、えっ、ー、とね、行軍持ちもばらけさせたんで、ね、ここで、サーリャを叩きに行きます。はい。地味な攻撃。OK。OK、ケ,ケー。これでもう反撃してこなくなったんで、0、ゼロ4。はい。じゃあ、ここで、マルテ。 倒せへんのかぁ。んーこれは、倒せないとなると結構死活問題なんやけど、あ、オッケーオッケー行ける行ける。行けます行けます。はい。からの、ああ、強いわ。<laughs> これはね、やりたい放題できるわ。はい、オッケー。で、ゼルギウスはね、もうこれ2歩、2歩歩くじゃん。 ちょっと待って。や歩歩くやん。危ね。危ね。あこいつ2歩歩いてくるやん。いや、怖 <laughs> 怖すぎやろ。はい。で、ここで、ゼルギウスに、えー、フラッシュで、反撃負荷させます。いいね。一歩一歩そして、ここでマルテ。この戦い方ね、楽しいぞ。うん。 闘技場とかではね、ちょっと使いにくいんやけど、今後ね、これの、こういうのね、結構楽しいなと思う。うはい、えーと、どうしようかな。こいつこんな前出る必要全くないよな。うん、とりあえず、行軍を切らしたいけんので、ここ。で、えー、これでターン終了しようかな。はい。もうさ、1対4になったらもう負けんやろ、これどう考えても。もう一旦じゃあおびき寄せよう。 はい。じゃあ、ここで、さてっとえーっとね、一歩一歩だどれぐらい <laughs> 見なかったことにします。ちょっと見なかったことにします、今のは。えー、っとね、どうせなら、ちょっとわからん。も,もう一旦、またもう一旦。はいはい。OK ーー。OK ーー。はい、ここで、じゃあ、反撃不可はいはいはい。 参ります。はい。リーフ、お前、お前手柄あるぞ。行って来い。<laughs> これちょうどかああ、いいね。リーフでチキを倒せる。革命やな、これは。はい。じゃあもう一戦行きましょう。こんな感じのパーディーです。ノ1十突、ルフレが九突、 ファガ6突、あと AD クという感じの、えー、パーティーでございます。えー、まずはね、とりあえー、ず進んでいくか。とといくはい、こんな感じで。はい、まっすぐ降りてくるかな。はいはいはい。もうちょっとね、別れさせたかったんやけど、うーんーとね、おはようございます。おはようございます。もう一旦待つか、これ。うーん。さあ。 どうするべきか、下がるか。あなたの職は。ちょっと場が悪いな。ちょっと別れてくれねいかな。別、ね、れないか。はいはいはい。うん、分かったぜ。うん、じゃあね。おはようございます。ゆっくりと。うんー。とりあえず、突っ込むか。はい。参りますとりあえず、じゃ、エイリークに、これ当てて。 はい、三人が反撃いくかそんないらんねんけどな。うん、いいこいつこれ引き戻しやったら、お前ぶちかましじゃなくて引き戻しちゃったらな。う,だうい。一歩一歩だこれ、これこっち行っとかんとさ、みことやられるよな。はい。ワンパンやん。全然関係ないやんか。はい。 うん,うーんと <laughs> あいやこれ <laughs> どうしようもねえなこれ、はい、うんうんやるねやるね負けんぞこっちは <laughs> はいはいいい戦いですね はい、オッケー。じゃあ、ここで、えーっと、倒、倒していいんか倒します。せ<や>はい。はい、いいね、いいね。からの、からの、うん。うん、あなたの策は穴策、行ってこい。どいつが相手だ かったぜはあは <laughs> どういうこと、うん、殴ります。はい。とりあえず殴っておこう。なんか起きるかもしれん。はい。くぜはい。あ、オッケー。はい。疾風陣雷。いいね、いいね。 い <laughs> いいぞいけいけ <laughs> やってしまえ<っ>どんどんわかったぜ倒せえんのかいえー、っとねうーん引き戻すことすらさしてくれんなイツが相手だ。面白いから殴っとくかいっけー、うん うおいち !1111! オッケー分かったぜ倒したー倒したノノも倒せるーえー、っとね。ののととと、のの、ノのノノノノノノノ置いとくか。はい。もうひ死状態のウルフで殴っておこう。う,うん。はい、オッケーオッケー、オッケー,オッケーで、ヘクトル多分やられるやろこれで。 はいはい。いいよいいよ、ヘクトル。はい、これカット。さあ。見事で。あ、いいね、ダメージゼロ。はい。いいよいいよ。HP54 残しとけ。で、防御力はも上に乗ってるんで。はい。三、いいね、これ。三発目に。はい。一、二。からの。かっけーかっけーな。うん。強い。 強いと思う。はい。いかがだったでしょうかまあ、ぶっちゃけて言いますと、みことは悪くないんだけど、うん今の現、環境ではいらないかなと思いましたね。まあ、何がいらないかってこれですよね、フラッシュ。フラッシュの性能がね、今の、あの、環境に全く合ってない。 むしろ、もう、いらないんじゃないかなと思いましたね。うん。反撃負荷を付与する。そういうことは、その、そのターンで、こっちが仕掛けに行かないと全く意味がないんやけど、うん、その盤面になることが意外と少ないんよね。うん。ってなってくるとね、ミコトも結構前に出さないといけないし、かといってミコトに攻撃飛んでくると、絶対に負けてしまう。うん。それなんであれば、その強いキャラ4体。 例えば固めて、その一体強い重装がいたとして、そいつにフルバフをかけて、そいつを突っ込ませてる方が、間違いなく生存率も高いし強いと思いますね。うん。例えばこれ反撃不可やと思ってね、こうやってやった後に突っ込ませて、倒せなかった時の場合が非常にまずいんじゃないかなというようなイメージでしたね、今回。はい。まあ、見事は悪くない。うん。っていう感じで、今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。